マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくダイエット中なので甘い味付けはね先生我慢してるんですっていうお声をいただきます。でもダイエット中でも甘いものって食べたくないですか？私もね甘いものは大好きですからその気持ちがよくわかります。そこでこの動画をご覧いただくとダイエットにおすすめの甘味料がわかるんですね。なのであなたが痩せたいけど甘いものも食べたいなってお考えであればぜひ最後までご覧ください。今回のテーマはこちら、ダイエットにおすすめの甘味料ということでトップ3ランキング形式でお伝えしていきます。ダイエット向けの甘味料ポイント2つあります。1つ目オーガニックであること、2つ目無添加であることなんですね。1つずつ見ていきましょう。まず1つ目オーガニックであること、もうこれは有機栽培ですよね。無農薬であったりそういったお体にとって優しいものをまず選んでいただきたいんです。そうしないといくらね食材に気をつけても味付けで太ってしまいますよってことになります。はい、そして2つ目です。無添加であること、これもとっても大事ですよ。いくらね材料がオーガニックでできていたとしてもそれプラスですね、いかがでしょう、化学調味料であったり人工甘味料であったりそういったものを使ってしまうと結果良くないということになるんですね。なので1つ目オーガニックであること、2つ目無添加であること、この条件をクリアした甘味料を選べばいいわけです。ではここからランキング形式でダイエット中に使える甘味料、まあ、要は甘い味付けをするためのものですね、選んできました。今回はねイオンのトップバリューさんで選んできましたのでお楽しみに。ではいきましょう。第3位はこちらです。はい、見えますでしょうか、光ってるかな、大丈夫ですか。イオンのトップバリューグリーンアイシリーズオーガニックシュガーになります。こちらですね、ブラジル産の有機栽培のサトウキビ 100% 使用してくださってます。自然な風味とコクが特徴です。ということでね、もうほんと聞こえますか、サラッサラなんですよね。でここに安心安全マーク有機 JAS マークがちゃんとついた認定商品です。でこちらですね、1袋あたりですね、いくら入ってます、 300g で 100g あたりがエネルギー 400kcal、 タンパク質脂質がゼロ、糖質が 100g ということで、こちら裏を見ると有機のサトウキビかっこブラジル産ということで書いてあります。で私ですね、実はほとんど普段のお料理にお砂糖使うことってないので、我がサトウキはですねお砂糖家にはないんですよね。ただ例えば娘がですね一人いるんですけれども、ちょっとこうお友達のねお返しにママお菓子作りたいからお砂糖いるんだよねって言われた時に、ああどうしようと思ったんですよ。でその時にですねやっぱり、まあ、娘もそうですし、その差し上げるお友達のね娘さんたちにもやっぱりいいものを食べさせてあげたいなと思って、何かいいねお砂糖ないかなって探してたんですよね。でもいろいろありますけれども、これはやっぱり有機栽培のサトウキビなのでやっぱりね無農薬ですよね、これはいいなと思って選びました。なのでもちろんこう使いすぎてしまえばカロリーオーバーなんですけども、どうしても使う時ってあるじゃないですか。そんな時にはこの有機栽培オーガニックシュガーを選んでみてほしいなと思って今回お伝えしました。では第2位はこちらです。はい、こちらもイオントップバリューグリーンアイシリーズのオーガニックブルーベリージャムになります。こちらも何かちょっとね甘み足したいなとかありません？例えばヨーグルトにちょっとトッピングしたいなとか、クラッカーにちょっと乗せたいなとか、なんかねちょっとこうクリームチーズとかにちょっとこう乗せたりとかね、少し甘み欲しいなっていう時にですね、お砂糖ばっかりではなくてこういったジャムをね使われますと満足感アップすると思うんですね。しかもフルーツも入ってますからもう一石二鳥ですよね。でこちらはですね、名称有機ブルーベリージャム、原材料有機ブルーベリー、有機砂糖、有機濃縮レモン果汁と、これも有機有機有機って続いてるんですよ。もうこれはね安心だなと思って選びました。でこちら結構ね瓶に結構入って 200g 入ってますから、ヨーグルトだったりとか先ほどお伝えしたねちょい足しです、トッピング、リンゴ酢ドリンクとか入れていいと思うんですけれども、ちょっと甘み欲しいなっていう時にですね使っていただければなと思って選びました。では最後です。いよいよ堂々の第1位はこちらです。はい、こちらもトップバリューグリーンアイのオーガニックきな粉になります。
有機栽培大豆を使用してあのですね焙煎で入り上げた、香ばしいきな粉に仕上げましたということで1袋あたりが 110g 入っています。でここの成分表はですね、100g あたりエネルギーが 465kcal、 タンパク質がめちゃくちゃ入っています。 38.2g、 脂質が 25.7g、 糖質が 11.9g、 あと食物繊維も取れちゃいますね、 16.7g ということで、もう本当にこれはですね原材料名有機大豆ということで、有機栽培でできた大豆を使ったきな粉なんですね。で今まで、お砂糖とかジャムをお伝えしましたけれども、やはりそういったお砂糖よりもですねダイエット向きなのはこういったこう天然の甘みですよね。例えばヨーグルトでもお砂糖入れるよりもやっぱりこういったきな粉で調達するとふんわりとねやっぱり甘み感じますよね。そういった形でどんどんその舌の味覚をですねこうダイエット向きにこう変えていくってすごく大事なので、できましたらこういったこう天然のね甘みですよねを使っていただいたものがいいと思います。でプラスこれ大豆ですから、もうイソフラボンたっぷり、タンパク質たっぷりで、もう栄養価も高いわけですよね。そういったものをいろんなものに甘みとして、ドリンクだったりヨーグルトだったりですね、私は使います。なのでもうすぐね好きな子なくなっちゃうんですよね、買っても買っても。でここがいいのがオーガニックです。オーガニック食品ですから、結構ねオーガニック食品って、いや先生結構ね値段するじゃないですかって、あんまり手が出ませんっていうねご相談も受けるんですけども、このですねイオンさんのグリーンアイシリーズはコスパいいです。すごくいいと思います。そんなにねすごく高くて手が出ないっていうものでもありませんし、やはり日頃からですね食事です、そういった時に使うものはやはりこういった無農薬のオーガニックタイプを使っていただきたいなと思います。さあいかがだったでしょうか。今回のポイントはオーガニック、そして無添加であること、こういった甘味料を選びましょうということでしたね。ぜひあなたのダイエットにお役立ていただければとっても嬉しいです。今回の動画のお話以上になります。もしこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。